はい、どうも、ゆたかです。今回なんですけど、こちら。鬼滅の刃、刀鍛冶の里編第3話ということでね、今日は、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編第3話のレビューになります。えー、あらすじを話してから、えー、ちょっとね、今回は僕が気になったところをピックアップして3点を話していきたいというふうに思います。ちょっとね、前と違って、まあ、構成が変わっていくんですけど、そこはご容赦ください。では行きましょう。はい、まずね、ちょっとあらすじから話していきたいというふうに思います。 えー、炭治郎との訓練の果てについに壊れてしまった、えー、より一ゼロ式、えー。その中からですね、300年以上前の刀が現れます。えー、小鉄はその刀を炭治郎に譲るのですが、えー、その刃は錆びてしまっていました。えー、そこに、鋼塚さんが現れまして、えー、鋼塚さんの家に伝わる、えー、剣魔術を行うためにですね、えー、鋼塚さんがその刀を持ち去っていきます。 一方ですね、里には鬼の気配が近づいていました。えー、こういうのがね、第3話のあらすじになります。えー、今回ね、気になったところちょっと3点ピックアップしていきたいというふうに思います。まず1点目なんですけど、えー、ここですね、面白さ、あの、面白さで、えっと、3話の前半も結構緩和急大なところがありました。 はい。あのー、3話の前半結構記号的な顔オンパレードで、まだね、3話の前半パートだと上限の鬼がこう来る気配みたいなのはなかったですね。 あの、300年以上の刀、300年以上前の刀が見つかって、伝説の刀みたいなのが見つかるんですけど、で、こう、それをね、炭治郎さんのもんですよって言われて、小鉄から炭治郎さんのもんですよ、それはって言われた時の炭治郎さんの、炭治郎の顔とか、なんかめっちゃ興奮してニカって笑っていたりですね、え、小鉄くんと炭治郎のコントとかですね、ま、なんか、あと、ムキムキの鋼塚さんと、こう、弱点が脇でコチョコチョし合うとか、 え、それで、なんか突っ伏しちゃう鋼塚さんに小石を投げる小鉄くんとかですね。結構、なんだろうな、こう、まだ、そのバトルって感じの話ではなかったですね、3話前半は。え、玄野の歯をずっと持ってる炭治郎とかね、可愛くて、 こう、ねずこのね、小さくて可愛いねずこの、こう、三つ編みに結んで、ま、これ、関路地みつりちゃんを、こう、ねずこが好きになったから、関路地と同じ髪型にしたくて三つ編みにしてると思うんですけど、なんかこういうところもね、首かしげる炭治郎とねずこととかね、あ、時とくんとかね。あの、そこら辺も、結構まだ緩和球大で、こう、バトルが始まる前の、こう、なんだ和やかな感じっていうのが結構ありましたね。結構、鬼滅の刃とかはジャンプ系の作品って、こう、バトルが始まる前の、こう、和む感じってやっぱ、 特徴かなというふうに思うので、ここではまだね、あの、まあ、まだバトルじゃなくて、こう、本話か見ていられたなというふうに思いますっていうのがまず1点目気になったところですね。え2点目気になったところなんですけどえ、ついにですね、鬼滅の刃始まりましたっていうところですね。あの、ついに3話のね、後半パートから、鬼滅の刃のバトルがついに始まりました。こっからおそらくですね、最終話まで突破してバトルが繰り広げられると思います。えー 鬼滅のこう今休みとバトルの循環がうまいっていう話さっきしたんですけどまあここからねバトルの話に循環に入っていきますとはいでこれはどういうところから始まるかっていうとあの温泉からね あの、戻る、こう、刀舵士がいるんですよ。で、これが、まあ、おそらく原野の刀鍛冶師だのかなと思ったりするんですけど、で、この人が、こう、戻る時にですね、こう、壺があるんですよね。で、その壺に、その刀舵の人が吸い込まれてしまうと。うん。で、そこからえ、バトルの、こう、様相がね、始まります。それがね、上限の語の、まあ、玉子ですと。はい。やっぱね、ここの、まあ、こう、吸い込まれた、吸い込まれちゃって刀鍛冶の人が、で、それで、こう、結構、メタメタに、あの、 されるんですけどなこういうやっぱ「鬼滅」が始まったなっていう感じってこういうやっぱグロさとかあの急になんか作画のテイスト変わってこうなんだろうなシリアスになって。 こうかっこよくなる。まあそういうところがやっぱり鬼滅の刃のこうアニメの魅力というか、あのバトルのアニメの、あの、鬼滅の刃のバトルパートの魅力ってこのシリアス感だと思うので、結構ここから始まったなというふうに思いましたね。で、あと上限の4も、あの、時人くんとか炭治郎、あと根豆子のところにですね、ヌメッと登場します。結構ね、音もなくこうヌッと入ってきてね、あの、来るんですよね。これはまあ反転具があの切られて分裂するっていうことで、こう自分の武器がこう活性化するっていうところがあるので、 あの、わざとね、こう、ヌっと、みんなの前に現れるということですね。はい。で、この時のね、結構作画すごかったんですよね。トキトー君の作画がすごくすごく、あの、すごく良くて、あの、魚眼レンズで、こう、トキトー君の、まあ、左、右目かな右目あたりを撮ってですね、魚眼レンズで、こう、 まあちょっとこう画面をまあ歪ませてることで、こうそこの臨場感を出していましたね。あれは、あの、まあ作画はもちろんのことを、まあ演出の人とか撮影の人とかいろんな方の関わりで、まああのカットできたのかなというふうに思いました結構すごいカットでしたね。うん。なんか急いでる感、切迫感みたいなのがすごく伝わってきたカットでした。あとあ、の霞の呼吸捻出が解禁されましたね。あの CG をこうフルに使ってですね、霧か霧のようなエフェクトを出す方でした。で、めちゃくちゃこれかっこよかったですね。おそらくあれは、まあ まあ作画というよりも、まあ、スローモーションあのアニメーションでこう霞がかったような演出なんですけど、まあ、作画っていうよりも、うん、多分一旦あれは 3DCG で作画をしてるのかわかんないけど、まあ、でも 3DCG がメインで作ってるんじゃないかなと思いました。はい あと、個人的にですね、びっくりしたのが、あの、ハンテングの分身ですね。あれ、声全部違うっぽいですね。あの、古川さん、古川敏夫さん本人が4役というよりも、古川敏夫さんが、こう、本体で、あとは4人が、まあ、別の声っていう感じらしいですね。えっと、まあ、ちょっと僕も、あの、声を、こう、パッと聞いただけなんで、 あの、で、エンドルームもあんま見てないんでわかんないですけど、まあ、梅原さんと石川さんと竹内さんと斎藤相馬さんの4人かなと思ってます。はい。で、この4人が、あの上限の、えっと、ハンテングのまあ分裂したものを、まあ、それぞれ声当ててるっていう感じでした。結構ね、やっぱ、それぞれめっちゃかっこよかったですね。はい。あとね、あの3話のですね、やっぱりエフェクトも結構、 かっこいいんですよねハンンティグの電撃エフェクトこれがねねめちゃくちゃゃくかっここいいんですよ、ね、これはねえっと霞のみの呼吸霞みの呼吸のあの作画と違ってですねこれはおそらく一回絵で描いてるんでしょうね絵で一回描いてそこにこう撮影でえっと要は電撃のねエフェクトを入れてるんじゃないかなというふうに思いますね撮影段階でエフェクト入れてるのかなと思いました あとあの、品川の銃弾かなで、飛散する血液とか。あそこら辺の作画も結構すごかったですね。えー、まあ作画っていうのはもう言原画だけじゃなくてですね、えっと、多分撮影さんがあの、モーションブラー。 要はモーションブラーっていう画面の外側をこうなんだろうブラー効果かけてあの臨場感出すみたいなあの効果があるんですけどまあそれをかけてですねあの血液の作画をより一層血しぶきみたいな感じにしてましたねすごくあれ作画が良かったなというふうに思いますはいえー、これ最後ですねはいえー、3点目最後ちょっと話していきたいというふうに思います3点目は炭治郎の言葉によって変わる霞柱ここがえー非常に え気になるところでしたね。あのー、炭治郎の言葉、今日また名言が出てきましたけど、人のためにすることは結局、巡り巡って自分のためになっているものだし、と、えー、炭治郎が話します。これね、すごく、まあ、霞柱の心に刺さっていきます。で、このね、多分霞、霞の、この炭治郎の発言がですね、この霞柱の行動をこれから変,わ変えていくということになるかなというふうに思います。3話はね、終盤で、あの、未熟なね、あの、刀鍛冶の卵の小鉄くんを一人助けるシーンがありますね。 え、このシーンでですね、あのー、無一郎の頭に、あの、丹次郎の先ほどの言葉がフラッシュバックするわけですよね。今まで合理的思考で、こう、やっぱり動いてたんですよ。あのー、なんか、広場のイレザーヘッドみたいなこと言っちゃって申し訳ないんですけど、今まで霞がしら、ときとくんは、こう、合理的思考で動いてたんだけど、炭治郎の言葉が、あの、起因となって、無一郎の行動をちょっと変えるわけです、わけですよね。なんか、やっぱり、 こういう、なんだろ、鬼滅の刃ここまで愛されるのって、こういう心に留めておきたいなっていうセリフとか、なんか自分が今こうやって社会で生きている中で、このセリフがあったらもうちょっと自分の生活とか意識が好転するんじゃないかみたいな、なんかこういう人の行動に変革を生むセリフとか、え、キャラクターの行動が多いから、 やっぱりこの、ここまで鬼滅の刃って愛されてると思うので、ここのシーンはかなり気になるところでした。はい。えー、こんな感じでね、ちょっと、え第3話のレビューをしていきました。はい。あのー、引き続きですね、鬼滅の刃を追っかけていきますので、えー、チャンネル登録と高評価、はい、どうぞよろしくお願いします。あとコメントもお待ちしております。ではまた。